キアヌリーブス、キアヌリーブス、ケアヌリーブス、1964年9月2日隊は、レバノン出生のカナダの俳優、ミュージシャン。身長186センチメートル、左利き。9歳の時、演劇、くたばれ、ヤンキースで舞台出演した。本人は、少年時代を振り返り、僕はサニーチバ、千葉新一の映画と共に育ったようなものなんだと、語っている。 この頃の影響がアクション映画への思い入れとなっていく。1989年に主演を務めたコメディ映画、ビルとテッドの大冒険がヒット、続編も制作され、キアヌはテッド役の10代の俳優として世間に認知されるようになる。1991年には、親友のリバン・フェニックスと共に、マイ・プライベート・アイガホに出演した。1994年の映画、 スピードの大ヒットにより国際的スターとなった。続くスピード2にも出演オファーがあったが、ディアボロスと死にたいほどの夜に専念するために断った。1999年の映画マトリックスが世界的に大ヒットし、サイブレイク3部作に主演し人気を不動のものとした。2014年に米中合作映画 ファイティングタイガーで主演すると共に監督デビューした。1991年に結成されたグランジロックバンドのドッグスターではベースを担当した。同バンドはアルバム2枚を発表したが、2002年10月の来日公演を最後に活動休止した。その後、キアヌはベッキーという別のバンドでもベースを弾いていたが、2006年には音楽活動を取りやめたことが報じられた。 父はハワイ出身のアメリカ人地質学者、祖母は中国系ハワイアンであり、キアヌは中国美術や中華料理などに囲まれながら育ったという。母はイングランド人の元ダンサー、デザイナー。キアヌという名前はハワイ語で山からの洋風もしくは絶えず神の意識に集中するものという意味を持ち、叔父のヘンリー・キアヌ・リーブスにちなんでつけられた。妹のキムは 白血病のためハワイのコンドミニアムで医師による24時間体制の看護の下で療養生活を送っている。また、キムの他にイフ妹、カリーノ・ミラー、1976年、トロント生まれと、イボ妹エマ・ローズリーブス、1980年、ハワイ生まれがいる。幼少期は、世界各地を転々としながら、母親の再婚相手と共に生活するという、 不安定なものであった。ジップはキアヌが3歳の頃に妻子を捨てたため、現在に至るまでキアヌは、ジップと一切の縁を切ってる。1966年の離婚後、母は衣装デザイナーの職に就き、最初はオーストラリア、続いてニューヨークシティへと移り住んだ。そこで母はハリウッドとブロードウェイの監督のポール・アーロンと会い、再婚する。しかし、 家族で移り住んだ先のトロントで1971年に離婚した。1976年に実業家のロバート・ミラーと再再婚するも、1980年に離婚する。4番目の夫である美容師のジャック・ボンドとは、1994年に結婚生活の終わりを迎えている。両親に代わって、祖父母となに、ベビーシッター兼ホームスクールの先生が、 キアヌとキムの面倒を見た。キアヌは主にトロントで育ったが、5年間に4つの高校に通っている。そのうちの1校では退学処分を受けている。その理由について彼は、だって僕はだらしなくて落ち着かない生徒だったから。少々やんちゃで嘘をつきすぎた。端的に言って、素行のいい生徒じゃなかった。おそらくみんなの足を引っ張る存在だったんだねと語っている。 キアヌは、アイスホッケーにおいて優れた能力を発揮する一方、質読未消により、学業に苦労した。通った高校のうちのもう一校では、ゴールテンダーとして活躍した。仲間は彼を、ザ・ウォール、壁と呼び、投票で最優秀選手に選出した。当時のキアヌにとっては、東急リンピックのアイスホッケーカナダ代表の選手になることが一番の夢であったが、怪我によりその道は断たれた。その後、 俳優業と並行して通えるフリースクールに入るも中退する。結局、高校教育を終了することはなかった。ティアルには1999年にジェニファー・サイムという恋人を妊娠させたが、妊娠8ヶ月の2000年に1月にジョジが死産してしまい、それから数週間ほどした頃に二人は別れるも、その後も親しい友人としての関係は続いた。 翌年、彼女自身も、マリリン・マンソン宅のパーティーに参加した帰り、自らの運転する車で起こした事故により他界した、コカインをはじめとする複数の薬物摂取下での運転であった。アメリカの一部メディアで、キアヌの性的指向について、ゲイ、バイセクシャル、ゲフィンレコードの社長と同性結婚などと報道されたことがある。しかし、この時期の前後に、 マイプライベートアイラホという同性愛を描いた映画に出演したことが、これらの記事にも影響を与えた可能性があるとも言われる。それらの報道に対しては、否定も肯定もせずのコメントを通し、本人は弁護士を立てるほどじゃない、笑って無視すればいいと語っている。映画、リトルブッダでは、ゴータマシッタールタ役を演じたが、キアヌ本人は仏教に、 関心はあるとしつつ無宗教であると述べている。上日の通り千葉新一の熱狂的なファンで千葉主演の激突。殺人剣からアクションと芝居を学んだ。僕は映画用のカンフーならできるけど、サニー千葉は実際に人をボコボコにできる。情熱を感じると受けた影響を語っており、主演映画ジョンウィックのプロモーションで来日した2015年10月に、 千葉と待望の対面を果たした際は、オーマイゴッドを連発、固い握手を交わながら、はじめまして、マエストロ。巨匠と千葉へ挨拶し、あなたはキャラクターを演じるだけでなく、そこにアクションを盛り込んだ。屈強なキャラクターにもあなたが演じると心が感じられると、身振り手振りを交えながら、終始嬉しそうに大はしゃぎの様子だった。オートバイ好きで、レースに出場することも多く、 ノートン製のバイク2台のほか、ハーレー・ダビッドソン、オフロード用のバイクなど複数台のバイクを所有しており、バイクに乗る姿が目撃されている。一方で、転倒や事故も数回起こしており、特に、マトリックスのクランクイン前に首や脊椎を痛める大事故を起こし、手術が必要なほどの重傷を負った。術後、首にギプスをしたまま映画のアクションシーンの訓練を、 している姿がマトリックスの特典映像にも見られた。車は黒いポルシェを所有しているが、友人と出かけるときに乗る程度で誇りを被っていることが多いらしい。マトリックスシリーズが完結した後、映画の成功は特殊効果チームのおかげといい、映画に関わったクリエイターたち全員にハーレー・ダビッド・ゾーンをプレゼントしたという逸話もある。 2015年7月26日に開催された鈴鹿8時間耐久ロードレースのために来日し、決勝日前に自身がプロデュースしているアーチモーターサイクルを送ってサーキットを失踪した。レース当日にも前日同様に自らのマシンでサーキットを走った上、8体レースのスターターターとしてスターティングフラッグを振り、鈴鹿サーキット内でトークショーも開催した。 帝国ホテルが大のお気に入りである。映画 JM では洗濯を頼みたい。帝国ホテルで頼むような洗濯だ。東京のというアドリブを入れた。ラーメンが大好きで、中でも味噌ラーメンがお気に入りである。来日した時には必ずラーメン屋に立ち寄り、はしごすることもしばしばで、ひいきの店まである。現在まで森川智之がほぼ専属で担当している。 その他、宮本光、小山力也、堀内健優、山寺光一等が複数の作品で声を当てている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。